よっしゃ。さあ、じゃあ食べてきましたけど、ね、ごちそうさまでした。やっぱ美味しいね。そうね、うん、やっぱ2人前とかにするとね、ボリュームが出ていいね。この前のアート、ね、写真も載せとくけど、1人前でもね、ちりとり鍋で作ってくれるから、うん、ありがたいとこするんやけど、やっぱ2人で来ると美味しいなぁと。うん、問題はここからですよ。はい。じゃあどうしますか。キッシーさんに時間がいっぱいあったのはもう知ってるんで。はい。こっからなんですよ。動画的には。ああ食事も済まして、はい、いい感じでございますよ。はい。で幸い私も明日休みでございますよ。はい。さあどうしようかな。動画の編集もしたいのはしたいんやけどな、うん、いやもう動画ないんですよ。あれくっそ時間かかるよ本当に、うん、時間かかるな。すいません。編集する内容のね、はい、事前に話をしてそっから編集を始めて、うん、動画を作る模様ブツブツやないけど3時間ぐらいかけて5分5分ぐらいしか撮れやんからうわ、うん、最初はいや動画の編集をしながら動画を撮影できるんやからコスパいいやと思ったんやけど、うん、めちゃくちゃ時間かかる。そっちの方も考えながら編集しやなあかんから、うん、投げくる果てにデータが倍になるからその撮ってるやつと写してるやつとの、はい、あの複数で出さないといけないからうわめちゃくちゃ面倒くさいぞこれ、うん、まあそういう動画を出してなかったっていうのもあるけどね。あそういう意味で新しい発見があるけど一つだけね、あれってどうやってんのかなって謎なことがあってさ、うん、よく切り抜きかチャンネルってあるよ。切り抜き、うん、切り抜き系って見たことない。あ、あとどういうのだろう。有名な YouTuber さんのさ、動画とかさ、ヒカルさんとかさ、うん、ね、コムドットでもあるわ。コムドットとか、うん、ヒカルさんとか、東海オンエアとか、うん、東海オンエアの切り抜きが一番よく見るけど全然わかんないけど、はい。マジで、うん、マジで。いや、YouTube 見ないっすから名前聞いても全然ピンとこやん。あ、ピンとは来るよ。ピンとは来る。はい。ヒカルさんは分かる。うん、分かる。なんか宮迫とこの間組んで、うん、あ、そう、はい、うん、まあ、いや、まあ、いいともなことやから、はい、ヒカルさんは、うん、延長したいなんぼやからで、ヒカキンさんとかは分かるやろ。うん、まあね、うん、ヒカキンさん、セイキンさんは分かる。あ、分かるね、うん、ヒカキンさんでも見たことはない。うん、動画はないね。おお。むしろテレビの方が見てるまであるわ。あ、やっぱテレビ見るんや、うん、テレビはそこ、まあそこそこね。あれとか今実家だからテレビあるしな、はい、でもテレビはメインはアニメか。うーん、まあてかもう見ないね。やっぱネットの方が見る。ネットテレビっていうかね、アベマとか。ああ、あっちに行くんか。まあ、何家族でご飯食べてる時ぐらいかな、見てるのは。ああ、なるほど。はい。で、いや、切り抜き動画とは。うん。切り抜き動画ってな。で、まあそういった有名な YouTuber さんが出している動画を、面白かったところを抜粋してこう名場面集みたいなの作ったりとかさ。ああ。それこそ水曜どうでしょうでさ。はい。うちらが10年ぐらい前にさ。ニコ動で見とった時にさ、よくさ、水曜どうでしょうのさ、うん、名場面切り抜きとかあって、あんな感じ、あんな感じ、うん、あれの YouTube 版が結構あるんやけど、はいはい、あれって元のデータどうやって撮ったのかなって、うん、自分の撮影したやつやったら元データ自分で持ってるからさ、そこから、ほじくり出してできるからいいんだけどさ、うん、単純にあれどっからデータ持ってきてるんだろうな。ダウンロードできないんやろ、基本、うん、YouTube のやつって、はいはい、うん、あと昔なんか YouTube 動画をダウンロードするアプリとかあって、怪しいやつあって、怪しいやつあって、うん、あれ使っとんのかなと思うけど、どうやっとんのかなって不思議でな、うん、そこのところがわからんまんま、うん、なんか公式にやる方法があるのかなと思って。それかあれなんかな、もうさ、エッチな YouTube あるやん。あ、うん、ポーンから始まってサーブで終わる。うん、はい、うん、まあ、わかるけど、はい、うん、
あそこはさ、プレミアム会員になるとダウンロードできる。オフラインでもその見れますよみたいな、うん、であのデータをダウンロードして、使用することができますっていうサービスがあるんやけど、なんかそういうようなやつあるのかな、 YouTube のプレミアムも、うん、調べたことないから分かんないんだよな。さてとこっち方面来ちゃったね。なんかこっち方面来ちゃったね。こっちまで来たら、うん、今あの国難道の方の国道の25号ってどうなんだろう。夜日？はい。おお。だったら前向けるかカメラ。行く？行くか？やるか？この 夜中にやっと走るか。どんな道だったか忘れたけど、でもそこまでやばかったっけ？やばいよ、あそこやばいよ。なんかあの、なんかダンプが通るような砂利道があったような気分。そう。まあまあ、あの関西本線の移行なんかもあるから、うん、あれだけど、真っ暗で何も映らないと思うけどね。うん。いや、でもこっちでネタになりそうなの、それくらいしかなくない。あとは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 。まあまあびっくりする提案やったな。よし、じゃあとりあえず国道25号線走るか。うん、25号線走りますか。よし、じゃあカメラを前向けよう。はい、あれここやねってさして、はい、あとりあえずサビまでちょっとパン買ってこうか。うなぎの発明あれだ、あれ声って言ってたから、ここ、そうだね、席のとこだね。あ、初音もいいけどね。いや、全然いけてないな、初音さん。あそこさ、何がさ、あれって、のれんがさ、ちょうど黄緑色のさ、ミキさん色やん。あ、そうか。めっちゃミク色やなって思いながら、いつも入るけど。なかなかあそこまで行くのが大変やでな。他にうなぎ屋さんがあるやん、結局。まあ、いろいろある。で、あの、牛松が好きやからさ、うん、あの、熊田にある。はい、あそこ、ないよ。熊田。牛松、あの、23、じゃあ、25パトリか。そう、25パトリか。で、こっちが考えてくる。やっぱ。なんかピント合ってなくね、これ。あ、ぼやけてるね。